皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、Yahoo ニュースにニューとマークされている、いわゆる最新ニュースの解説です。まずは国内ニュースです。えー、津波注意報をすべて解除。気象庁。そうですね。台湾でね、地震が発生しましたね。えー、そして、えー、別の話題になりますが、 日米が戦略的協力協会。これは対中国を念頭にしたものですね。はい。次。えー、裏金処分の線引き。はい。恣意的と指摘。はい。罰を受ける側が、そういうことに物申すとは。 ねはい、次、えー、国際ニュースです。台湾の地震、4人死亡、50人以上が負傷とのことです。えー、その台湾の地震ですが、過去25年で最大級とのことです。えー、朝の風景一変、台湾で。 マグニチュード7兆の地震ということで、国際ニュースはすべてこの台湾の地震のニュースとなっております、はい。そして経済ニュース、こちらもです。那覇空港への着陸停止は解除とのことです。はい、次、えー、小林製薬ですが、来年度の採用活動を休止とのことです。はい そうですね。そうした方がいいですね。はい。次。静、えすみません。静岡知事が G。リニアは転換点になると。つまり、静岡県が、えー、水源が変わってしまう。もしかしたら止まってしまうので、リニアには反対。という意見で、なかなか工事を始められなかったあの区間。 さあ、これからどうなるのか、次の知事も反対するのか、どうなのか、見どころです。はい。次。IT ニュースです。大きな災害において、デマを拡散しないでほしいという声が多数寄せられています。はい。迷惑です。はい。死者も出ている。被害者も多い。物もたくさん壊れて、経,経済的損害も出ている。 はい、そういう時にデマを拡散するのはよくありません、はい。次、ホテル閉館、娘を亡くした客からお手紙とのことです。そうですね。なんかお気持ちちょっと分かりますね。はい、次、えー、チャット GPT、アカウントなしで利用かとのことです。 え、そんなことしていいんですかちょっと私は信じられないですけどね。はい、次、科学です。激症溶連菌という患者、激症溶連菌、つまり溶ける、えー、その菌というのに感染した患者が最多ペーストのことです。まあ、ヒヤリから何からいろいろ出てきますね。はい、また気をつけなきゃということですね。はい。 次、シュシュという中国の場所でしょうね。2方向から津波、映像で観測できているということだそうです。はい。はい、次、サプリメント、本当に必要な人は誰なのか、どんな人なのか。はい。薬剤師さんに聞いてみたと。はい。はい。えー、妊娠している人は、 養、えー、酸を取る必要があるとかはい、えー、病気の治療のために使うものではないということをきちんと頭に入れておきましょうということですねはい、えー、そうです医薬品ではありませんはいあとはえー そうですね。まあ、サプリメントに含まれている成分で副作用として下痢を起こすこともあります。はい。そうですね。はい。そういうことになりますと。いろいろとメリットばかりではないですよということですね。私はサプリメント何十種類と飲んでいますが、えー、特にミネラル。 取り過ぎないいように気をつけていますなので、健康診断でばっちりの値です、はい。なので、本当にサプリメントは正しく使いましょう。正しく使いましょう。はい、では、次いきます。えー、元 NHK アナウンサー、ああ、私も名前覚えてますよ、鈴木健二さん、死去とのことです、はい。次、台湾での地震。 社が公演中止ととのことですはいもう交通機関も乱れてますでしょうからねはい次辛井健人ですかはい映像制作会社を共同設立とのことですはい次、えー、スポーツ競泳入江涼介引退会見で涙そうですか入江が 引退ですかまあ実力主義ですからね、しょうがないですよ。はい、次、北朝鮮コーチが語った日本戦中止、はい、深く知りたくもありません、次のニュースいきましょう、選抜で海外賭博サイト10以上とのことです、まあ選手はね、一生懸命戦って八百長とかしないよと思うんでね、はい、勝手にやってろって感じですね。はい 合法な国は勝手にやってればいいんですよ。はいということで、今回のニュースは以上ですが、皆さんはどんなニュースに注目されましたでしょうか。まあ、そうですね、やはり、まあ、台湾の地震ですよね。日本は何かしてあげましょうよ。毎回やり,やり合ってますからね、やり合ってるって言ったら喧嘩じゃなくて、あの物をあげ合ってますから、物とかお金とか、今回も何かしてあげましょうよ。はい 友好、ね、国でしょはい。国とは認めてないけど友好国でしょ台湾は <laughs>。仲良くしていきましょうね。はい。ということで今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。